今回の問題 IPv6 には3種類のアドレスがあります一つ目が1対1の通信を表す〜アドレス二つ目が1対多の通信を表す〜キャストアドレスなおこちらのアドレスは IPv6 の場合最初の8ビットが1になるため FF という表記から始まります最後がエニーキャストアドレスエニーキャストアドレスは1対〜な宛ての通信 複数の機器に同じユニキャストアドレスを割り当て、ネットワーク的に一番近いところと通信するときに利用されます。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。IPv6 には3種類のアドレスがあります。1対1の通信のユニキャストアドレス。1対他の通信のマルチキャストアドレス。 最後が一体他の中の一つと通信をするエニーキャストアドレスです。お世話になっております、まさるです。今回のテーマはこちらです。IPv6 のアドレスタイプをテーマに一緒に勉強していきます。IPv6 ではブロードキャストが廃止され、代わりにマルチキャストが使われています。という話は過去動画でお話ししましたが、今回はそのあたりを深く掘り下げて勉強していきたいと思います。それでは始めましょう。 冒頭の問題であったように IPv6 で利用されるアドレスタイプはユニキャスト、マルチキャスト、エニーキャストの3種類です。それぞれがどのような通信方式なのか確認していきましょう。まずはユニキャストです。ユニキャストの通信ではユニキャストアドレスが利用されます。ユニキャストアドレスは1対1の通信で利用される単一インターフェース用のアドレスです。ユニキャストアドレスはイメージしやすいですよね。 IPv4 と同じように、ルーターやホストの特定のインターフェースにユニキャストアドレスが割り当てられます。経路中のルーターなどのネットワーク機器は、このユニキャストアドレスが割り当てられたインターフェースを持つホストに向けて転送処理を行っていきます。次はマルチキャストアドレスです。マルチキャストは一体他の通信で利用されます。マルチキャストではマルチキャストアドレスが利用され、 特定のグループに対して通信をするときの宛先アドレスとして利用されます。例えば IPv4 を使った OSPF の勉強の中でマルチキャストアドレスを使ってハローメッセージを送っていたんですが皆さんどんなアドレスを使っていたか覚えてますか話が脱線してしまうんですが少し復習をしておきましょう。まず IPv4 で全 OSPF ルーター宛てのマルチキャストアドレスは何だったか次に IPv4 で DR BDR ルーターでのマルチキャストアドレスは何だったか皆さん覚えていれば答えてください答えはこちらですね IPv4 の全 OSPF ルーターでのマルチキャストアドレスは 224.0.0.5IPv4 の DRBDR DR ルーターでのマルチキャストアドレスは224.0.0.6でしたこのように OSPF ルーターではマルチキャストアドレスを使っていましたよね IPv6 の場合もマルチキャストアドレスを使います IPv6 の場合は、このようなマルチキャストアドレスを使います。なお、IPv6 のマルチキャストアドレスは、最初の8ビットが全て1になるので、FF から始まるという特徴があります。この表にあるように、IPv6 を使って OSPF を利用することができるので、それ用のマルチキャストアドレスが用意されています。一番最後に書いてある、陽性ノードマルチキャストアドレスというのは、 ipv6 アドレスと Mac アドレスの解決に使われるマルチキャストアドレスなのですが詳しい話は今後の動画でお話ししていきますまずは ipv6 ではマルチキャストの通信が行われこのようなマルチキャストアドレスがいくつか用意されていることとさらにマルチキャストアドレスは最初の8ビットが1で始まるので表記としては ff から始まるここも覚えておきましょう最後が anycast です エニーキャストは一体他の中の一つとの通信です。エニーキャスト通信の場合は複数のノードのインターフェースに同じユニキャストのアドレスが割り当てられます。エニーキャストアドレスはユニキャストアドレスと作りは同じなので一見してそのアドレスがエニーキャストとして利用されているのかユニキャストとして利用されているのかは区別がつきません。例えばこのような構成の場合このサーバーとこのサーバーのインターフェースに 同じ IPv6 のユニキャストアドレスを割り当てます。PC からエニキャス s アドレスのパケットが発生した場合に、そのアドレスを持つ最も近いノードのインターフェースに転送されることになります。こちらの PC からサーバー宛ての通信が発生した場合には、ネットワーク的に近いこちらのサーバーと通信して、こちらの PC の場合は、この IPv6 アドレス宛てに通信しようとしたときに、ネットワーク的に近いこちらのサーバーと通信することになります。 このような使われ方をするのがエニーキャストアドレスです。ここまで勉強してきたように IPv6 には3つのアドレスタイプがありユニキャスト、マルチキャスト、エニーキャストがあります。IPv4 で利用されていたブロードキャストは存在しないので注意しましょう。それでは今回の勉強内容を冒頭の問題とともに振り返りましょう。IPv6 には3種類のアドレスがあります。 まず1対1のユニキャストアドレス。次が1対多のマルチキャストアドレス。IPv6 の場合のマルチキャストアドレスは最初の8ビットが1から始まるため、FF で始まることも覚えておくと便利だと思います。次がエニーキャストアドレス。エニーキャストアドレスは1対多の中の1つと通信をするときに使われます。複数の機器に同じユニキャストアドレスを割り当て,て、ネットワーク的に一番近いところと通信する方法です。それでは今回の動画は以上です。 もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょう最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました